いよいよ今月20日からに迫った1年ぶりの仕分け作業。担い手となる行政刷新会議が、その対象となる政策などを決定しました。時代遅れな規制や既得権を守る規制などをしっかり見直さなければなりません。国民目線でそもそも論から議論をしながら、建設的な方向にですね、議論を持ってきていただければ大変ありがたいなというふうに思います。今回の仕分けの対象はご覧のような10テーマに及びます。総理の言うそもそも論とは何か。これまでのような個々の事業の仕分けだけでなく、エネルギー、後発医療品の促進、大学改革など政策的制度的な問題まで掘り下げて議論を展開。中長期まで見通した方針を検討し、担当省庁に対応を促していくのです。国民の皆様方が、同じ、認識を抱いていただけるような、何が問題なのか、何が課題なのか、解決策はどういう方向があるのかをしっかりと時間をとって議論をしていきたいと思っております。喫緊の課題である社会保障、あるいは原子力エネルギー関係予算など、こういうものをはじめとしまして、新しい日本、強い日本を作り上げるため の、 そのきっかけとなる大きな議論、深い議論を徹底的に行う仕分けとしたいというふうに思います。